はい、どうも、ガンちゃんです。阪神タイガースの来季の助っ人野手なんですけれども、ジャスティン・ボア選手に、まあ、基本的な合意で契約に、まあ、つながるということみたいですので、これでですね、ファーストがですね、マルテ選手とボア選手をかぶるんですね。次はですね、ポジションをどうするかなんですけれども、サードの大山選手をセカンドに持っていって、まあ、マルテ選手がサードを守るんじゃないかですとか、極端な話ですね、もうマルテ外野やとか、まあ、いろんな説とか、まあ、フォーメーションがあると思うんですけれども、これですね、まあ、難しいとこですね。セカンド大山選手っていうのはちょっと考えにくいですね。そしてボーア選手ですね、まあ、守備力がちょっとやっぱりあんまり良くないということなので、まあ、ファーストマルテ、サード大山っていうラインっていうのはですね、ちょっと崩しにくいかなというふうに思うんですけれども、まあ、ボーア選手を外野に、まあ、ボーア選手はですね、外野を守らすわけにもいけませんし、まあ、ちょっとですね、矢野監督がどういうふうに考えているのかっていうのはちょっとわかりませんけれども、まあ、交流戦に入りましたら DH が使えますから、まあ、ボーア選手が加わることによってですね、まあ、去年よりかは打線の厚みというのをアップすると思うんですけれども、なかなかですね、ディフェンス面を考えるとボーア選手の加入によってマルテ選手が押し出されるのか、まあ、それとももうマルテ選手とボーア選手でですね、もうポジション争えと、まあ、これもポジション取ったもん勝ちやっていうふうに、まあ、首脳陣がするのか、まあ、この辺がですね、ちょっと見ものかなというところですね。あとですね、ボーア選手は、まあ、左投手に大変弱いです。右投手は得意なんですけれども、左投手が出てくると、ちょっとアウトコースバットがちょっと届かないかなというようなバッティングフォームですので、まあ、相手ピッチャーのですね、これあんまりちょっと僕も好きじゃないんですけれども、相手ピッチャーの右左によって、マルテとボーアを使い分けるとかですね。まあ、調子のいい方をですね、スタメンでどんどん使っていくっていう風になるのかちょっとわかりませんけれども、まあ、皆さんはどう思われますでしょうか。まあ、あと打順もですね、まあ、糸井選手、福留選手、大山選手、あとマルテ、ボーアと、まあ、クリーンアップを打つ候補の選手がですね、これでまあ、だいぶ枚数は揃いましたので、まあ、昨年のようにですね、誰4番持っていくみたいな、誰3番今日打つのみたいなことはまあないとは思うんですけれども、まあ、個人的な意見としましては、まあ、高山選手とかですね、もっともっとガンガン打ちまくって、まあ、3番とかですね、もう6番のレギュラー、6番とかでレギュラーに定着するとか、まあ、そういった形でですね、どんどん出てきてほしいかなというふうには思いますけれども、まあ、ほんまやったらね、高山選手とかが3番に座るぐらいの打順になれば、もうものすごいことになると思うんですけれども、まあ、ちょっと話戻しますけれども、まあ、バース選手の再来とか言われてますけれども、まあ、ボーア選手にはですね、最低でもやっぱり25本、まあ、あわよくば30本、そしてまあ理想を言うならばやっぱり40本以上を打ってほしいなというふうに思います。まあ、40本以上打ってもマルテ選手も30本ぐらい打ったらこれも阪神優勝ですから、もう完璧ですね。まあ、あまりね、ちょっと理想ばっかり打ってたら、まあ、現実を目の当たりにしたときにショックが大きいんで、まあ、この辺でやめときますけれども、ボーア選手にはむっちゃ期待したいと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。